はい、皆さんこんにちは、竹島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。台風一過、ちょっと寒くなってきましたよね。皆さん台風大丈夫でしたか？被害とかちょっとまあ出てるようなんですけども、皆さんの地域とか大丈夫でしたでしょうか？あとまあ台風一過ね、ちょっと寒くなって北海道なんかで雪降っててね、僕もニュースの映像で見たんですけど、10月で北海道ってあんな雪降るもんなんかなって、あれまあ特別みたいですね。ああいうまあ台風が冷たい雪の風を連れてきたみたいな、そういう現象みたいですね。あと、ちょっと話、まあ盛大な話になりますけども、この間10月22日、4週目ね、二の目盛大アカデミーで、なんと二の目先生が復活されまして、まあ一応午前中だけなんですけども、講義をフルにされて、実技指導も一緒にされました。まあ実を言うとね、二の目先生ちょっと事故に遭われましてね、ちょっと入院されてたんですよね。それで8月には退院して、夏のセミナーにはちょっと顔を見せられたんですけども、まだちょっと体力が十分戻ってないってことで、講義とかセミナーはしばらくお休みされてたんですよね。それがまあだいぶ体力も戻ってきて、この間もね、この間でもこれ録画したのが火曜日なんで2日前なんですけども、午前中だけ講義されまして、もうほぼほぼまあ僕の見た目でもまあなもうほぼほぼ7割8割もう戻ってる感じで、もう完全復活まで、もう、まあ、11月からはねちゃんと、完全復活されるということで、もう非常に僕も嬉しくって、またまたね楽しみで、両方でもう嬉しい気持ちでいっぱいなんですけども、皆さんもうぜひだから、次のね11月からはちゃんと皆さん来てくださいね。特にこの10月はね、なんか台風が多くてね、僕3週目の広島も行きましたけど、ずっと雨やったし、その前の9月の広島は台風やったし、この間22日もね、すごい台風、なんかちょっとこう、天候に恵まれてないんですけども、11月からは、まあまあ、そんな中でも頑張っていきたいなと思っております。それで、まあ、盛大な話していくんですけども、今日は、整体の基本っていう話をしたいと思います。整体の基本、何が基本なんかっていう話なんですけども、今日はね、まあ考え方の基本ね、この整体っていうのは、この整体っていうのは、ね、僕たちの整体っていうのは病気を治すもんではないです。病気を治すもんではないです。例えば腰痛で来られた方来ますよね。腰痛くなったら皆さん整体行きますよね。マッサージ行ったりとか整骨院行ったりとかしますよね。そしたら大体その腰痛、腰どこ痛いですかと言われて、で腰のマッサージされたりとか電気当てたりとか、あとなんかいろんな、手技とかして腰の痛を治してもらいますよね。まあ基本的、まあそういうのが世間一般だと思うんですけども、僕たちの整体っていうのは何が違うのかっていうと、腰痛になる腰を治すっていうことです。腰痛そのものもうまあ治すんです。まあ痛かったのでそれはそれで治すんですけど、それとプラスというか、まあこっちが本流なんですよね。腰痛を起こす腰を治すっていうことです。腰痛を起こす腰を治す。例えば今の季節だと冷えて腰痛のある人非常に多いです。非常に多いです。朝起きて腰は腰痛ーっていう人いっぱいいるでしょう。そういう人、このビデオを見てるあなたもそんな経験ないでしょうか。冬場だったらね。夏場別に大丈夫なんだけど、冬場いうかね、ちょうど今ぐらいかな、朝晩寒くなってきた時に朝起きた時、いつも朝腰痛いねみたいな人ね、もうそれこう完全に冷えから来る腰痛です。冷えから来る腰痛なので、僕たちがそういう人を見た時にしてあげることは、腰痛いのをマッサージするとかそんなことじゃなくって、あなたの腰の冷えてるところを解消する、そういう整体をします。そういう整体をします。なので、他のとことね、ちょっとこう受ける施術が変わってきます。だから初めて来られた人はね、なんでもっとマッサージしてくれへんのかなとか言う人いるんですけど、うちはそういうのじゃなくて、腰痛になる腰を治すってことです。冷えて腰痛になっている人だったら、その冷えを取るっていうことをやります。ここが僕たちの整体の基本的な考え方です。またあとね、最近多いんですけど、がんの方からの相談が非常に多いです。がんの方は、例えばね、もう、どういう点かな。例えば、肝臓がんになったら肝臓を切り取ったりするでしょ。胃がんになったら胃を切り、普通の、
西洋医学のねお医者さんはするんですけども、僕たちの考え方はがんにならないように整体する、体を整えるってことです。なので、例えばがんの人が来てもらいますね。ならもうがんの方っていうのはね、僕生体的体の特徴っていうのがあるんですよ。まあ二宮先生もいつも講義で言われてますけども、右の骨盤が下がって胸椎8番左が硬くなるっていうね、この2つの特徴があるんですけど、だから僕たちは体の例えば肺、その方がね肺がんであろうが胃がんであろうが肝臓がんであろうが膀胱がんであろうが子宮がんであろうが、とりあえず右の骨盤を上げて8番の左調節します。それががんの急所、生体的がんの特徴、体の特徴なんで、そういうことをまずします。なので受けてる方からしたらね、受けてる方からしたら、例えばね、あの膀胱がんとか子宮がんとかね、女性の方で子宮がんとか、この下半身なのになんで背中触ってんやろなみたいなことを感じると思います、こういう生体受けに来られたらね。でもそれは実はそういうあのがんを治してるんじゃなくって、がんになる体を治すということをやってるからです。なので、これが他の生体と違うところ、また受けに来られた方もあのこれ分かってないとね、なんでもっとマッサージしてくれるのかなとか、そういうことを言う方いらっしゃるんですけど、あの、まあ、うちもし整体受けに来られるときは、まあ、こういう考え方でやってますよっていうのをちょっと理解していただいて、まあ、あの来られたときにも説明しますけどね、説明しますけども、まあ、このビデオ見てるんやったら、あのそういうことをちゃんと頭の片隅に置いといてもらってから受けに来てください。ということで今回は整体の基本ということで、あの僕たちは病気を治す、また腰痛を治す、痛いとこを治すんじゃなくて、病気にならないように体を整える、痛くならないように体を整えるっていうことをやります。ここがちょっと他の整体と違うところです。なので、ちょっと覚えておいてください。ということで今日は整体の基本ということで話しました。また、次回もよろしくお願いします。